まあでもこの36分までこの、この動画、この動画は、まあ議題としてシオニズムはザイオニズムは民主主義と互換性があるのかと、なんでかっていうと、これよく知ってんだね、あのこのシオニスト、シオニズムっていうのはユダヤ第一で、民主主義ってのはみんな平等で、それが本当に互換性あるのかっていう話で、パート1ではこれが矛盾してはいない、なぜなら法律の元で、あの、そういうふうに、マジョリティとマイノリティ位置づけで、対等にすることができますよ、という話から、ありました。で、だけど、その不平等はずっと続いているから、あの、これを、もう、この複雑な関係を終わらしたいっていうのが、このメインゲスト、シロン・ベナミの言いたいこと。はいはい、で、それに対して、ゲスト、パネラーが3人いて、アビシュライムという歴史学者と、ポール・シャーニーというシオニスト連合英国支部の議長と、ディアナ・ブトゥっていう、あの PLO の、法律顧問をやってた弁護士ですね。で、このアビシュライムっていうのは、とディアナ・ブトゥっていうのは、当時の、キャンプ・デイベッドとか、タバのサミットにも実際に立ち会ってた当事者です。その、イスラエル側と PLO 側。はい、で、このパート2で何の話をしたかというと、で、この複雑な関係を終わらすための交渉っていうのが2000年にキャンプデイベッドであり、タバで、2001年にタバでありましたと。で、時間の無駄かと、だから結局まとまらなかったので、すべて無駄だったんじゃないのっていうものに対して無駄ではなかったと。お互い理解できたところがあって、でも二国間だけではもう進まないから、やっぱりもう他の人の力が必要であると。で、当時、イスラエルは、左派中の左派を用意してこのサミットに挑んだ。っていう話なんですよね。本気で解決しようとした。それに対して、まあ、イスラエルは、まあ、この解決が困難である理由っていうのは、イスラエルと、まあ、エジプトとシリアは土地の問題である。だから土地返還して収まりました。イスラエル、パレスチナはこれは土地の問題っていうよりも、もうこれ無形の問題、感情論である。アラファットが実際にコトリッキで望んだことが解決なのかどうか不明であると。立場上イスラエルを認められないっていうふうにも見れるかもしれない。っていうところで、スタートします。じゃあここで、彼女は、に、じゃあ今までの話は、まあ、ゲストスピーカーの話。で、そこで、パネラじゃない、司会者が、はい、この女性、PL 側のパネラに、じゃあちょっと伺ってみましょうと、はい。で、ディアナ・ブトゥ、あなたは当時まさにこの状況の中で法律顧問でされていましたね。あなたは妥協することできなかったんですか。それに対して彼女が言うことは、私もその時タバにいました。イスラエル人の考え方において、妥協するというのは土地を奪い取り、自らのものであると主張し、自ら自分のものでもないのに、それらの土地使用権を作り、行使する。シオニスト活動とはこういうことである。タバでも結局、キャンプデービスと変わらない。イスラエル人は西岸地区を欲しがっている。パレスチナの大きな帯状の土地を欲しがっている。あそこの西岸地区って、大きな円だとしたら、そこの真ん中を横に帯状に、入植進んでるんです。へぇ、西から東に向かって。ほら、イスラエルの東、ヨルダンの西が、その、イスラエル、ヨルダンの間に西岸地区ってあるんで。はい、なんで西岸地区かって、ヨルダンから取ったの西岸だからね。だから西岸地区。それで、パレスチナが祖国へ戻る権利は承認されなかったでしょ。支払われるはずの保証金も受け取っていませんよ。で、彼らは未だにパレスチナ人の生活を継続的に支配し続けるというような考え方を持っている。イスラエル人の心の中にある情報とはこういうことである。っていうふうに、彼女は言います。じゃあ、再生します。All this was going on. Were you incapable of compromise? Look, I was also present at Taba, and this is what compromise is in the Israeli mindset. They take the land,
claim that it's theirs, and then they make concessions on land that doesn't actually belong to them. And this is the way that the Zionist movement is about. So at Taba, Taba didn't really differ very much from Camp David. The Israelis were still willing to take, you still wanted the Ariel block, you still wanted Ma'ali Adumim, you still wanted to take large swaths of Palestinian land. There was still no recognition that Palestinians have a right to return to their homeland. There was still no compensation that was going to be paid. There was still this idea of continual control over Palestinian lives. Okay. That's what concessions are in the Israeli mindset. Paul Charney. で、ここで、次に、ポール・チャーニーっていう、その、英国、シオニスト連合英国支部の議長。この人は若めの人なんですけども、その人に、質問をします。もう質問と回答と先に喋っちゃいます。もちろん、ポール・チャーニー、もしあなたが束にいたらこの取引に署名しましたか、はい、?2001 年の方ですね。そしたら、シロム、ベラミの当時話をしている取引についてです。それに対して、ポールは、イスラエルの民が安全かつ安心できる環境であるならば、タバ取引は喜んで署名します。って回答しました。で、これすかさず、アビシュレイム、その名誉教授が、会話に参加しています。で、ポール、補足するんですね。ポールはイスラエル安全保障を優先に考えています。彼にとって何よりも重要なのは、イスラエル安全保障なのです。彼は全面的にパレスチナ人の個人権利及び集団的権利を無視しています。パレスチナのね。で、厄介なことにイスラエル人側の安全保障の概念としては、100% 全てイスラエル側が欲しがっていることです。つまり、パレスチナ人側の安全保障に何も残らないということです。で、私としては、これは、名誉教授が言ってます。アビシュレイムが言ってます。私としては、1991年以降、アメリカがスポンサーとなってきている平和への過程、ピースプロセスですね。は、無駄足と思います。なぜなら、すべて、過程、プロセスであり、平和は来ていません。で、ベンジャミン・ネタニヤフは、パレスチナ人と和平交渉を求めているように装いますが、イスラエル人による入植は拡張し続けています。彼はまるで分割したピザのスライスに関して交渉するように装いながら食べ続ける男のようだと。If you were at Taba, would you have signed the deal, the kind of deal that Shlomo Ben-Ami was talking about at the time? So long as Israelis can live in a secure, safe environment, I would be happy to sign the Taba deal. Paul privileges Israel's security. For him, what matters above everything else is Israel's security. He completely ignores Palestinian rights, both individual rights and collective rights. Now, the trouble with the Israeli concept of security is that Israel wants 100% security for itself, which means zero security for the Palestinians. And I would say that the American-sponsored peace process since 1991 is an exercise in futility, because it's all process and no peace. Benjamin Netanyahu pretends that he wants to negotiate with the Palestinians, but he keeps expanding Israeli settlements. So he's like a man who pretends to negotiate. Who pretends to negotiate, but he keeps eating it. で、この続き。で、ここで、じゃあ、パレスチナ側の、観点と、イスラエルの観点の話がありました。ここで、司会者投げるのは、ソリューションです。ワンステージソリューション、ツーステージソリューションって話があります。で、ツーステージソリューションでは二国家共存解決案。で、ワンステージソリューションでは一国家共存解決案。で、じゃあ、シロン・ベナミと、すべて家庭であり、平和は訪れてきてないと、アビア叫んだ。アビシュレイムですね。で、二国家共存解決案、オスロ合意などサポートしてきたたくさんの人々が、はい、結局二国家ってできてないわけですよ。ね、解決案ができてない。だから彼らはもう起きない、起こらない。だからもう、一国家構想、もう世俗的に宗教的ではない、二民族一国家、ね、イスラエルとパレスチナ共存する二民族、二民族一国家が唯一残される選択というふうに言う人がたくさんいます。で、あなたは、あなたの本及び、
これは全くもって非現実的であり、馬鹿げていると発言しています。でも他の人は、これは必然であるという。まあ、2ステイソリューションないんだったら1ステイトしかないでしょ。分けられないんだったら1個で負けるしかないでしょっていう話で、言ってるんですけども、それに対して、ベナミは、人口統計に関する質問に戻りましょう。スタティスティックスですね。で、もし2国家共存解決案がうまくいかなければ、ヨルダン川西岸地区からイスラエルのための一方的な撤退が起きるでしょう。だから、要するに、まあ、いや、面白い。で、それはまさに人口統計の問題によるためです。なぜ、シャロンはガザ地区から撤退を起こし、入植を廃止したんでしょうか。人口統計のためです。これ言ってるシャロンっていうのは、当時、ガザ地区から、イスラエルを、ユダヤ人をみんな撤退させた、元首相です。で、同時に暗殺されたんだ。暗殺されました。暗殺もされたし、オスロ合意にも署名をしたためです。でこの人が、バナミの上司だった。みたいなもんですね。同志であり、先に首相になった感じですよね。左派です。で、嘘です。ごめんなさい。違う。それはまた別の人。シャロンは右派。アリエル・シャロン。で、シャロンは撤退させたんですけども、撤退させたことによって、でも逆にみんな残りが、パレスチナしかいないので、いじめることできるわけですよ。周りを全部固めてね。でもそれは、まあ、ハマスが上がってきたからと、いろんなまだ別の話があるんですけど。またこの間全然いっぱい書いてあるね。たくさん書いてるんですよ。で、一回やって終わっちゃうもったいない。そのために、再生してください。ガザから出したってことですか、イスラエル人。違う、それは、もともとは、撤退の意味があったんです。あ、なるほど。撤退の意味があったね。でも当時、8万人、8000人、あ、うつか。まだ、あそこの細長いガザ地区に、8000人で、で、しかもまとまったところにいたから、どかしやすかった。んで、持って、軍事も引いた。だポイントはやっぱ軍事で抑えてる部分があるんで、それを引くことが大事なんです。はいはいはい。で、大事なんですけども、それで一旦彼らに投げたら、向かしたら、そこで自由選挙で何が起きたかって言ったら、ハマスが勝った。だから、対ユダヤをすごく全面的に出しているところが勝って、それで、対イスラエルの行動がたくさん出てきて、はい、撤退する頃は何ハマスはまだ力なかったなかったはずですね。選挙したんですよ。へぇー。でも、もともとなんかそういうふうに数があったでしょ。だけど、ハマスのああいうふうな、エリアとして、だから、それが起きたんで、じゃあもう力で押さなきゃいけないねってなって、制空権を押さえて、で、あそこの国境に全部出入りを押さえて、はい、で、ということをやったんですけども、あとはもう、それぞれの、周りの人の感情のもあるんでしょうね。さらに、関係あるか関係ないかわかんないですけども、パレスチナ人全員に対して、彼らは広い面にも合ってるんです。それも事実なんです。彼らってパレスチナ人。広い目に遭っている。ダイエットっていう別のノンチャンスキーの話でありますけども、もう知らない程度にギリギリの食料を取れるぐらいにしたりとか、まあ、結局インティファーダを起こすきっかけになるわけですよね、おそらく。まあ、話はちょっと、解いてですね、再生をしてください。The division of a pizza and it keeps eating it. Obviously, I'm talking about all process, no peace. And a lot of people who were supporters of a peace process and a two-state solution along Oslo grounds, Camp David grounds, Taba grounds, now say it can't happen, it won't happen. And they would say that a one-state solution, a secular binational state of Palestinians and Jews living side by side, is the only option. You say in your book and elsewhere it's utterly unrealistic, it's nonsense. Mm.Others would say it's inevitable. If we go back to the demography question, I think that if the two-state solution doesn't work, you will see an Israeli unilateral withdrawal from the bulk of the Western, precisely because of the demographic issue. Why did Sharon disengage from Gaza and dismantle the settlements that he himself had created because of demography? Do you see? で、
ここで海野さんにちょっとした僕は気づいたことなんですけども、身近な人、その同じ考えを持ってた人は彼はファーストネームで呼んでます。え？ファーストネームで呼んでます。でも今のはシャロンでアリエルシャロンなんで名字で呼んでます。だからどっちかって親しくないんですよ。うん、距離的に。ウハのね。っていうことも僕の中では気づいた一つなんですけども。これ今言ったのはさ、ワンセイトなんてありえないって言ったの？彼はシオニストなんで。彼って誰？ベラミ。ベラミはワンセイトありえないって言ったの？うん、ずっと言ってます。なんでかって言ったら、ザイオニズムってのは、ユダヤ第一主義なんで。あ、何だかわかる？はい。ワンセイトはできないって言ってるの？どうしてわかる？要するにさ、パレスチナも全部取り入れて一国にしようっていうのは、嫌だって言うんだよね。どうしてわかる？世俗的な宗教観を取っ払って、一つの国、はいはいはい、サイドバイサイドって表現してるんですけども、一つの国。二つというか。一国にしちゃうとね、パレスチナ人の方が数多くなっちゃう。人口がね。そうすると、デモグラフィーってそういうの。そうすると、ユダヤ人が支配できなくなっちゃう。選挙数負けちゃう。民主主義国家って歌っていながら、それが、はい、実際には実現できなくなってしまうわけですよ。それ左派になるんですか？左派と右派になってもう自分、ユダヤ人がマイノリティになっちゃう。でも、左派、右派の話もあるけれども、はい、彼はシオニストなんです。はいはいはい。ザイオニズムっていうのはイラ第一人でしょ。だから元々のほら、このトピック。はい、皆さんこんにちは、うんのです。今日はですね、うんの塾の研修のプログラムをご紹介したいと思います。で、まあ、こういうふうなホームページありますけれども、ぜひですね、一度中身をご覧になっていただきたいと思います。今日はブーキューブさんのスタジオに来て、まあ、この収録をしておりますので、中身はこういうふうになってて、今最近ホットなね、グローバルリーダーの定義など書いております。で、特に経団連が作成しました、まあ、留学すれば英語ができて専門性を持つというだけではですね、グローバルリーダーになれないと、ここに書いてありますようにですね、仕事ができる、専門性を持つ、英語ができるだけじゃなくてですね、私どもの塾ではリベラルアーツということ、それからもう一つは孫子の兵法、さらにはですね、日本の歴史というものを合わせて教えることによって、皆さんが海外の欧米の方々と、もしくは華僑圏の方々と先生堂々と渡り合えるような人物を育成しようというふうなことを考えています。ここに次のスライドが出ておりますけれども、ここに書いてありますのですね、さらに、私どもの運の塾の中身についてましてはですね、欧米の資料しか使っておりません。また、実際に運の塾は英語でやっておりますので、まあ、英語の講師がこう話しておりますけど、隔週はですね、日本の歴史をまだ教えてますので、各週の午後はですね、日本のプログラムをしております。で、以前はこれ有料だったんで、今はですね、実際に会場費も取っていただいておりませんで、毎回5000円ということで、朝9時から午後5時までやっておりますので、ぜひ皆さんですね、ご検討の上ご参加いただければと。まあ、英語のできない方もですね、各週の午後こういうふうな検証をしておりますので、ぜひご参加いただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。で、ここにさらにですね、グループ討議とか実務の勘どころを教えるって書いてありますけど、まあ、実際には私が10年ほどですね、欧米の新聞とか雑誌等をですね、集めてきた、もともと英語のベースでございますので、そうしたものをですね、50セッションのテーマに分けて資料を作成しております。まあ、そういうことで、世界のオペレーション、もしくはカントリースクールも含めてですね、しかも世界のトップの方々に対してもいろいろな分析とか洞察をしてですね、議論をしております。そういったことも含めてですね、今後ともよろしくお願いしたいと思います。
以上で私の挨拶を終えますが、まあ、今回のこのビデオの収録にあたってはですね、VQ部さんのスタジオをお借りしてですね、お時間を頂戴して、まあ、このビデオを作成させていただきました。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。